はいどうも。今回はモダン、ミド赤ポンザを使います。ポンザというのは土地破壊デッキのことですが、モダンデッキは軽いのが多いので、土地破壊が効かないこともあります。だからポンザといっても実際は、地染めの月ではめるデッキですね。月の影響を受けない基本土地を、石の雨や、無言ブーリーの三ゴケで破壊することによって、サポートする形です。そうして相手が減速しているうちに、クロックを展開して殴り勝ちます。クロックとなる主な生物は、不屈の追跡者と血網神のエルフ、どちらも単純な打撃力だけでなく、アドバンテージも生み出します。回復要因として強情なベイロスではなく、スラーグ牙を採用してるのは、神ジェイスに対して多少ですが耐性をつけるためです。それでは対戦の方に行ってみましょう。ダイス買ったので先手もらいます。マリガンなしでキープします。相手もマリガンなし。森置いて。極楽鳥召喚でインド。赤緑ファストランド。炎刃の達人。こちらのターン。フェッチ置いて。即切って基本の森をサーチ。地染めの月を設置します。地染めのぬかるみを置いて。ゴブリンの知識。4枚引いて3枚ランダムに捨てる。信仰なき者あさり、エンジンの指導霊、傲慢な神聖師をディスカード。霊マナでうつろなもの召喚。指導霊使って1マナ、燃え立つ調査。両者3枚引いてランダム3ディス。パワー7の炎刃に殴られます。残り12です。3ゴケで土地壊してる場合じゃないですね。土地置いて。血網神のエルフキャスト。俗称誘発。楽園の拡散でマナブースト。いらなくはないけど微妙ですね。そのままエンドです。炎樹族の使者。戦場に出て2マナ生成。さらにもう1体召喚。ルーティングで2ドロー2ディス。怒涛で全体速攻じゃなくてよかった。炎刃パンプアップ。戦闘入って、2体で攻撃。スルーして7点もらいます。引きが素晴らしいですね。土地置いて、スラーグ牙召喚。戦場に出て5点回復。殴らずエンドです。ゴブリンの知識で4ドローしてランダム3ディス。炎刃がプラ3パンプ。そのまま戦闘。4体アタック。ホローをスラ牙で止めて。炎刃を残り2体でブロック。4点通って残り6。スラ牙でトークン生成。原初の命令キャスト。7点回復とクリーチャーサーチ。赤タイタンをサーチ。土地置いてインドです。ここで相手投了。さて、サイドです。台所の嫌がらせや投入。神々の憤怒も入れて。グラッチと作伯も。やっぱグラッチいらないかな。多分復讐伝あるのでレリック入れます。三ゴケ外して。月と雨もアウト。相手にマナで動くし土地破壊いりませんね。やっぱグラッチ入れときます。ホロー倒せるし。土地伸ばせる三ゴケ2枚だけ戻します。入れてませんが、相手軽いデッキだし3なる宝球積んでもよかったですね。後手、マリガンなしでキープします。マナブーストと血網あると心強いです。相手もマリガンなし。山置いて。炎刃召喚。こちらのターン。森からバッパラ召喚。
りの悪霊サイクリング。炎刃パンプアップ。傲慢な神聖師召喚。復讐つた捨てて能力起動。ファストセット。指導霊で赤マナ。土地と合わせて2マナ。死者召喚で生物2回目。ツタが帰還しました。さらに2マナ出して。燃え立つ調査でサンドローサンディス。こっちの手札はほとんど変わってませんね。フォローまで追加して。戦闘フェーズ。2体攻撃、通して10点もらいます。サクハクドロー、なかなか良いですね。追跡者でブロッカー立てようと思ってましたけど。サクハク引いたならこれ先使いましょうか。追跡者ワード用に温存かな。森置いて。拡散をアンタップ森にエンチャント。赤を指定。というか追跡者出しちゃうと、相手がサンディス引いた場合に負けますね。サクハク構えてインドです。指導霊追放。ルーティングフラッシュバック。2枚引いて2枚捨てる。手札は0枚です。炎刃が2パンプ。戦闘入って。フルアタック。バッパラで復讐ツタブロック。サクハクでホローを破壊します。5点通って残り5。土地引きか。あとは血網で何がめくれるかですね。血網キャスト。追跡者めくれたのでなんとかなりそうです。戦闘フェーズ。3体パンチ。死者とツタをそれぞれブロック。1点通って残り4。そのままこちらのターン。追跡者2号を召喚。フェッチ置いて、手がかり出してエンドです。そのまま戦闘。威迫で1点パンチ。もらって残り3。エンドにフェッチで山サーチ。手がかり増量。1個サクってドローしつつパンプ。追跡者を追加して。フェッチで手がかり2個生成。殴らずエンドです。悪霊サイクルで1パンプ。死者召喚、生物いたらツタで負けですね。知識でドロー。捨てたので炎刃パンプ。現在5位です。悪霊サイクルでパワー6。そのまま戦闘。炎刃攻撃。2体でブロックします。解決前にまずフェッチ。ギルランタップインで手がかり生成。1個サクって都合2パンプ。1体と相打ちです。引いてきたキッチンを召喚の前にドローした方がいいかな。グラッチ構え優先しときます。台所の嫌がらせや召喚。2点回復。フェッチ置いて。殴らずエンドです。相手フェッチセット。起動でサーチ。ギルランショックイン。ルーティングフラッシュバック。生物に対象感はなさそうかな。フォローあるし 0% ではないか。
相手フォローしてましたね。そのままエンドみたい。エンド前にフェッチ起動。森をサーチ。手がかりでドロー。追跡者パンプ。さらにもう一回。タイタン引けましたね。追跡者とキッチンでパワー級。タイタンで除去ると、ちょうどかな。森で手がかり。6マナで豪華のタイタン。ブロッカーのけつつ本体1点。手がかりサクって残り10点ちょうど削れますね。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。このデッキも以前から存在してたアーキタイプです。マナ加速もあるし、チアミガミのエルフの4マナ供給しやすくて良い感じ。ただ、そのマナ加速が俗称でめくれると微妙です。3マナ以下がメインで24枚、うち10枚がマナブーストなので外れ多いですね。しかし、残りの14枚は全部3マナ行きなので、当たりも多いです。結果、トータルの期待値としてはまあまあでしょうか。期待値上げるために、4マナ以上の呪文少し削って、3マナ呪文増やしても良いかもしれません。チアミは赤緑という色といい、俗称能力の性質といい、最大限活用しようとすると、入るデッキ結構限られますね。サイドの耳障りな反応ですが、俗称しちゃうと困るので、跳ね返りの罠と差し替えておいた方がいいかな。効果は似たようなもの、主にカウンター対策ですね。シタル対象の青命令に対して、罠は効いたり効かなかったりするのが微妙ですかね。といったところで今回はこの辺で。また次回。ご視聴、ありがとうございました。